この劉備玄徳が大義の力見せつけてくれるぞ。三国志、それは天下統一を目指す三国の英雄たちの物語。この手で今すぐ天誅を下さん。共に平和の世を取り戻しましょうぞ。曹操が何万の兵を率いてきたと思っている。3日後対岸を攻める。敵を欺くにはまず味方から。戦において最も大切なことを申します。何かね、粘ぎば。うるせえわうるせえわ。どう見ても負けるでしょうよ。戦うぞ曹操軍と私は。偉そうに言うことじゃねえんだよ。出直せ出陣じゃ。よし逃げる準備しよう。三風よ吹け三風。吹かしてみせましょう追い風を。どうぞご勝手に。えサボり。80万の軍勢に3万で立ち向かえ。超豪華キャストで送る天下無双のエンターテイメント超大作。ええやんか。行くぜみんな。私の新解釈ではこんな感じだったんじゃねえかなという。ぜひご一行ください。嘘はもうつけない。絶対やらかんな。こんな河原で死ぬの。新解釈三国志。